している。勘違いするな。わしはお通に話を聞いてもろうていただけじゃ。お通と話していると不思議に心が休まるのだ。はいはい。客ということは銭を受け取っていたのですか。これが私のなりわいでございますゆえ。分かってくれたか。そうや、今月のお代まだもろておりません。お勘定書きはどなたさんに。私が。これ少々高くはないだろうか。膝枕で200文というのは。いやいやわ、私を誰と思いですか。帰りますよ。